新茶の香り、田山固い。木々の若葉の美しいのが、ことに嬉しい。一番早く芽を出し始めるのは、梅、桜、あんずなどであるが、ときわぎが芽を出す様も、なんとなく心を引く。古葉が凋落して、新しい葉がすぐその後から出るということは、なんとなくわびしいような気がするものである。 椿、三五樹、柚子、八つデなど、皆そうだ。ヒノキ、モミは、古葉の上に、ただ新しい色をつけるばかりだ。竹は竹の子の出る頃、その葉の色は、際立って見にくい。竹が美しい若葉をつけるのは、子がすでに若竹になってからである。生殖を営んでいる間の衰えということを、 ある時つくづく感じたことがあった。花曇り、それが澄んで花を散らす風が吹く。その後に晩春の雨が降る。この雨は多く南風を伴ってくる。昨日の花、このために凋落し尽くすという恨みはあるが、なんとなく思いを取り集めて感じが深い。ガラス窓の外は風雨吹き暴れて、 山吹の花の虎に濡れたるなど、歌にでもしたいと思う。ツ,ツジは晩春の花というよりも初夏の花である。赤いのも白いのも良い。ある寺の裏庭に大きな白ツ,ツジがあって、それがために暗い部屋が明るく感じられたのを思い出す。僕の大きくなった士族町からは、 昔の定石が近かった。開け図というところがあった。昔そこに閉じたままの縄文があったので、それで名に呼ばれているのであるが、その頃は門などはもうなく、石垣の間からトカゲがその体を火に光らせていた。堀の土手に破竹の藪があって、タケのコがたくさん出た。 僕らは袋を母親にこしらえてもらってよく出かけて行っては、それを取ってきたものだ。その頃はきっと空が深い青で、沼には足の新芽が風に吹かれて、対岸の丘にはツ,ツジが赤く咲いていた。初夏の空の青、それに欅の若カの木に近い色が押すように印せられている様は実に感じが良い。 なんとなく心が浮き立って、思わず死でも提唱したくなる。ものがすべて光って輝いて明るい。向こう島の長い土手は、花の頃は人愛と風と雑踏とで行ってみようという気にはなれないが、花が散って若葉が深くなって、茶店の毛布が際立って赤く見える頃になると、なんだか一日の暇を得て、 のんきに歩いてみたいような心地がする。散歩にはこの頃は工時節である。初夏の武蔵野は、くぬぎ林、奈良の林。その若葉が日に光って、下草の中にはボケやしどめが赤い花をちらちら見せている。林を縁取った畑には、もう竹高くなった麦が波を打って、 ところどころに白い波糖をなびかしている。麦の畑でないところには三頭、山糖、鞘、煙糖、ごぼうの木になったものに、丸い棘のある実がなっているのを、前に歩いて行った友に、人知れず取ってぶつけてやったり何かすると、友は振り返ってそれと知って負け抜きになって、しばらく互いにぶつけっこをするのも一興である。 道はやがて、地樹の林に入って、うねうねと曲がっていく。と、思いもかけず、林の外れに、おいちにおいちにと呼んで歩く、薬売りの男が、例の金ピカの服を火に光らせながら、さもさも疲れ果てたというように、草の上に腰をかけて休んでいる。モーパスさんのノルマンジーを舞台にした短編が、 それとはなしに思い出される。府中からもぐさ園に行くのも面白い。玉川鉄道で二子に行って若あゆを食うのも興がある。河野台に行って利根を渡って東工をそぞろ歩きするのも良い。単語の節句。金目書きの赤い新芽の出た細い香炉を行くと。 はたはたとさつきいの風に動く音がする。これを聞くと、初めて初夏という感を深く感じる。雨の降りしきる中にさまざまな色をした緑を抜いて、金の玉のついた長い上りざおの寂しく高く立っているのは、なんとなく心を引く。新茶の香り、これも。 初夏の感じを深くさせるものの一つだ。雨が庭の若葉に降り注ぐ日に、一つまみの新茶を得て、友と初夏の感じを味わったこともあった。若い妻と裏にあった茶の新芽を摘んで、旧こしらえの花をこしらえて、長火鉢で終日かかって団子の多い手製の新茶を作って飲んだこともあった。 田舎の茶畑に傘をかぶった田舎娘の白い顔や、雨に濡れた茶の目を感目にかけてむしろに開ける男の顔や、かろに寄りかかって終日良い声で歌を歌う茶師の様などが切々に思い出されてくる。母親はその頃茶摘みに行ってはよく帰りに、破竹の竹の子をたくさん取ってきた。 楓の若葉は赤いのよりも緑なのが良いと私は思う。